では下に降りてみよう。人形に、あれは、ラットラットが。鍵発見した、ショッピングモールの鍵。これで開けられなかった場所は、開けられそうですね。今度は結構、階段登ってますが、ショッピングモールあたりに出るんですかね。あ、これあれじゃないの？裏側に出たのかな？それっぽいね。これだけかな？鍵の用途は。ここは、横道が、開いてますね。誰が開けたってんだ。ボブルヘッド発見した。ラック。あれ、帽子かぶってますね。110%。お、すごいなこれ。あ、ブラッドイーグル。ようやく敵が、お出ましですね。そしてこの場所、すごいよ。結構ワクテカする、ロケーションですね。どうやって降りるんだ？こっちか。上からまず、狙ってみましょうか。なんか叩いてますね。一発で倒したが、ちょっと警戒されたが、正面から突破しよう。来たぞ。破壊する。しかし今のところ、反応はなしかな、これで。道は、こちらかな？まだいるぞ。あれか、30レベル。おっと見つかりそうだが、大丈夫。再び、上に登ってますね。こちらを進むと、扉。ドア開けると、ハンディに、ハンディ。ハンディのみ。人影もあるかな？目の前から一体、デンジャーだが、やりますね。いや、しかし本当に、すごい広い。ダンジョンになってんのにな。なんかもったいない気がしますね。この敵の配置具合はね。あまりに寂しいよ。もっとも超難しくして良かったんじゃないのこれは。ダメなのかな。もう一回入ることができて、で、その時に敵がいっぱい配置されるとか、それならばね、問題なさそうですけど。今までのストーリーで、もう二度と入れないダンジョンとか、あるっぽいんでね、あのグラフトン鉄鋼の地下とか、まだ入りたいですよね。あそこら辺ね。ダンジョンが増えれば増えるほどいいと思うんだけどね。あれはレジェンダリーのガッツイだが、一体で倒していこう。あいつはなんだ、パーマか？違う。プロテクトの。なんかミニガン持ちもいますね。まずガッツやろう。一発で倒した。タレット早めに壊さないと厄介だが、逃げ、あら、なんだ、なんかバシャ、ああ、レジェンダリーのガッツの爆発か。これリスポーンかな？どっからでしょうね。戻ってきましたが、お宝は、クワッドダブルバレルショットガン。しかし、レベルはどうなんでしょうね。面白い性能ですけど、ダブルバレルのクワッドって、8発まで撃てる？通常2発ですが、ああ、レベル15。なぜなんだ。レベルさえ高ければ、敵の。そこで、なんかやってますね、あいつは。あ、当たんない。一人称で言うと。さっと倒す。ターミナル。金庫もあるぞ。ノコギリが揺れている。ワタワの従業員は、ラインをいつでも止める権限を持っている。そしてそういう権限を行使するように推奨されている。人間の監視者に、人間の従業員って書いてあるので、この従業員はもしかして、ロボットのことを指してんのかな。さらにターミナル。ハッキングが必要。対象外を2つ削除する。これで、完了。チャレンジが完了した。荷造りと取り決め。敵が、ああと、読んでる最中に。在庫補充で、なんかおかしいことが起きてるようですね。誤った部品を違う場所につけてしまっている。タイヤがハンドルの代わりについていた。しかしこれは人的ミスだと言ってますね。で、これらは自動化で防げるはずだと思う。自動化になる前の情報ですかね。ここにもピエロの写真がありますね。これは何なんでしょうね。そのうち出てくるのかな。こちらはなんだ。裏口みたいな場所だけど。ダクトテープはもらっていこう。ここはちょっとした保管庫ですね。
フュージョンコア。人形まで、ラインに乗ってる。ミニニュークの被爆シェル。核爆弾も作っていたんですか、ここで。あ、そうか。車は、ガソリンじゃ動いてないんでしたっけ？もう、戦前間際は。原子力の力とかで、動いてるんでしたっけ？だから撃つと、大爆発するんですよね。再び、広い場所ですね。あ、ここも、見栄えがすごいな。降りた瞬間なんか、慣れそうじゃないですか、これ。ちょっと回復するか。よし、降りてみようか。どうなるかな、これ。よっこいしょ。降りてみたけど、やはり特に何も、起こらずかな？なんだなんだ。なんかあってもいいんだぞ。道がいくつか分かれてますね。プロテクトロンがいますが、それだけだな。人間の敵もいる。2体ほど。ガッツ破壊したいが。あ、止まれ。破壊する。ブラッド・イグルーツ。まだいるぞ。急に結構出てきましたね、敵がね。気づかれてはいない。動かれて当たらないが、破壊する。またでかい場所。来たよ。来たけど。あ、レベル50。ようやく強いガッツが。現れましたね。逃げ倒した。待てるぞ。上にも人間がいますが。他にはいないか？いますね。やつつ。おっと。真横に一体。どこ行くんだ？ほら、ヘッドショット。1000ダメージ入るようになりましたね。あら、手割られた。慎重に進んでますが。これクリアかな？これは、ゲート上ですね。これをくぐると。他のゲームではね、イベントシーンに切り替わって、ボスが出たりしそうですけど。このゲームはそうではない。ターミナルがありますが、さらにセキュリティ、続いてますね。これでドア開く。結構今まで開きましたよね。道中は作業台が結構あるので、武器とか鎧、拾いまくてもいいかもしれませんね。程よく解体できる。どうだ？そこにいる。目の前で、タバコ吸ってますね。ヘッドショット。しかし他には、レベル50。あいつはパワー持ち。退屈か。今殺してやろう。何？爆弾。危ない。タレット動いてるかな、これは。あいつなんか武器拾ったか？奥からやってきたか、これ。アサルトなんだ。やべ、デンジャー。やばい、レベルアップした。一回離れよう。アサルトロンは危険だ。アサルトロン撃ちたいが、ベゲットが。あ、まずは来るぞ、レーザービーム。あーっと動くな。やったー、あらまで来てる。やばい、近い近い近い。近いが倒す。デンジャーだが。レジェンダリーを撃つ。あと一発。あ、やったか？やったっぽいな。ポーションですが、プロテクトロン。こいつなら楽勝かな？破壊。お宝なんだ。グールスレイヤーのビリヤード級。また微妙なアイテムだ。星は2つ。近くに一体、あいつはミニが落ち。あ、刺した。外したが、止まったところ撃つ。床屋ですかね、ここはね。ラットベア。不参客への対応。なんだこれは。予約に15分遅刻したら予約をキャンセルできる責任があると言ってますね。もう結構マニュアル化されてる。完全にね。そういう情報が書かれてるんですかね。新製品。多分髪を切ってる最中にさりげなく話題に出してくれと。ジューキークランベリーフェイスビール。目標は近そうですね。ザ・クローと対峙する。あいつはそうか。では、行ってみましょうか。ザ・クロー。突っ立ってるけど、退治する。話をする必要あるかな、これは。それっぽいね。ベゲット。フランキーか。フランキー、お前か。その通りだ、ベゲット。サプライズ。兄弟だよ。サプライズ。ベゲットはこんなの嘘だと言ってますが。お前がザ・クローだと？そんな。
の嘘だろ。フランキーはいつも追いつこうとしていたと。クロは俺らの中で生きている。目を覚ませ。俺ら全員がザ・クロー。フランキーはもう完全に怒られてしまってますけど。フランキーを見捨てて、お前が引き金を引いた？とりあえずクローを殺して、お前がクローになると言ってますが、とりあえず俺を殺せと言ってますね、フランキーは。さて、私の予想では、ベケットがね、以前のザ・クローだったんじゃないかと考えていまして、で、フランキーをさらったのもベケットなんじゃないかなとか考えていたんですが、まあそれはちょっと違ったのかな。でもベケットは以前ザ・クローだったっぽい感じがしますよね。今のとこ。こんな予想していなかった？どうすればいいんだ？私は。まだフランキーは意識があるかもしれないと。選択肢が出ましたね。フランキーを助けることができる。なぜフランキーがザ・クローだと思うんだ？ザ・クローって名前は。代々継承している名前だと。ザ・クローというのは。フランキーがザ・クローの座を奪った方法はわからないと。薬が関係している。彼を元に戻す望みはあるか？わからない。わからない。洗脳と薬漬けから脱出できた。脱出できた3人。ブラッドイーグルスのうちの1人だからな。3人いたんだ。残り2人いるんだ。よし、助けようぜ。あなたは弟を愛してるんだ、ベケット。彼と話して、どれだけ大切な存在なのか教えてやろう。ああ、言う通りだ。愛だ。愛を持って話すんだ。話させてくれ。フランキーは行かれてます、やっぱり。爆撃で崩れた工場の近くで。子供の頃の話をしてますね。狂犬病の犬たちが昔話を思い出させていますが、しかしまだ思い出さない。クロー。ザ・クローは何か思い出そうとしてますね。お、どうやら戻ったようですね。フランキーは。我に返った。よかったな、ベケット。あなたならできると思った。俺らのどちらか。あとは任せろ。あんたには俺がついてるわ。次はフランキーを治療するようですね。これで完了か？次はキャンプでベケットと話す。なるほど。ロニーが出てきたのは初めだけでしたね。てっきりね、このザ・クロー、これはベケットだったという話だったと思ったんですけど。で、ロニーがそれを待ち構えていたみたいな。そういう展開なのかなと、ちょっと期待していましたが、そんな展開にはなりませんでしたね。こちらは、どこかな？もう一つの入り口？ワトーの地下。鍵が必要。ドルメーカーの鍵？なんだそれ。これもう入れないのかな？どうなんでしょうね。では、キャンプに戻ってきました。話をしよう。フランキーについてニュースがある。なんだ？ロニーが何とかしてくれると。バファートを抜いてくれると言ってますね。回復までは長くなる。フランキーのガールフレンド。そうだ、どなた？俺は疑ってたが。彼女は誘拐はされていなかった。身を隠していたと。身を隠してた。これがブラッドイーグルの最後だといいんだが。残念だが、そうはならない。それとリーダーを排除した。それが俺に課せられ。残党は何をするって言うんだ？ああ、まだ。奴ら戦いに飢えてると。俺らは安全だ。仕事があるのか、まだ。弾薬と物資を仕入れておくといい？なんかもらえるんですか、仕事を。それで良さそうだな。教えてくれ。なんだ？最後に一つだけ？あらゆる種類の人々に会ってきた。アパラチアの人々は、もう人が目の前で死にそうになっても、大抵助けてくれないと。私以外には。なるほどな。俺の家族にしてくれたことは。おっと、クエストクリアで、なんだ今。うねったね、体が。チケットアザンウォーター。水よりもチケット？実績ロックが解除されましたが、新たな武士。お、これいいね。弾薬の重量が減る。最後の言葉、アイテム報酬。経験値がたっぷり手に入りましたね。あ、なんだこれ。お、ユニークの50口径マシンガン。メモかと思いきや。なんか面白い名前の武器ですね。最後のことはレベル45。これはレベル上げといてよかったですね。50まで。これ大丈夫か？リロードバグ。50口径マシンガンは結構リロード時間が長いから、これは役に立つんじゃないかな。
発射速度上昇にアーマー貫通。これ強いぞ、結構。パーマーで使いたいところですね。次はこれ使っていこうかな、じゃあ。あと手に入れた鎧、着ましょうか、早速ね。左腕、弾薬の重量が減る。ここからは他のキャラクターのように、あのおじいちゃんのように、また細かいクエストがあるんですかね。話がある？そいつを救ってほしい。何すればいいんだ？助けに行こう。あ、やっぱりそうですね、多分ね。繰り返しクエストと一緒かな。さあ、奴らを助けに行け。入植者の開拓者を救出する。二人の友情について話してもいいかな。その話を持ちかけてくるなんて。なんだ、ベケットからも話があったと。またこの会話出てきましたね。これカリスマが高ければなんか変わるのかな、進展が。クエスト開始。セービングスキン。スキン、人の肌ですか。よし、では今回はとりあえずここら辺で終了しましょうか。